キャスリン・ニュートンセクシーショット集ホラー映画「ザ・スイッチ」などの話題作に次々と出演している注目の若手女優キャスリン・ニュートンファッションにこだわりがある彼女は長年バレンティノの衣装を愛用 2019年に東京で開催された名探偵ピカチュウのプレミアでは赤のシースルードレス姿でレッドカーペットに登場2020年の全米映画俳優組合賞の受賞式には胸元が開いたオレンジカラーのドレスを着用 2022年のクリティクスチョイスアワードの授賞式には、真っ赤なストラップドレス姿で出席しました。最近は南フランスの港町、サントロペを訪れ、ピンクのミニワンピース姿で観光を満喫。ボディを大胆に露出したピンクのミニスカート姿も披露していました。 そんなキャスリンは、マーベル映画、アントマンワスプ、クアントマニアで、主人公スコット・ラングの娘、キャシー役に抜擢、同作を撮影していた2021年8月、鍛え上げられた腹筋をインスタグラムで披露しました。2022年7月には、トップカルチャーの祭典、コミコンに参加。 マーベルスタジオのパネルにプラダの衣装姿で現れ引き締まった腹筋を見せました2023年2月に行われたアントマンワスプクアントマニアトロントプレミアではバレンティノのピンクのスパンコールドレスをチョイスサイドに大きく入ったスリットからボディをアピールしていました